今日もいつもと同じで、小仏峠から影信山方面に歩きます。今日は歩きながら昔のことを思い出しました。山、私が山を始めたのは、横浜に就職して、職場の先輩に丹沢に連れて行かれたことから始まりました。はじめは、矢櫃峠から遠野岳までの一般コースまでは行かず、1の塔か2の塔というところあたりで引き返したような気がします。それでも、なんとなく山が好きになり、丹沢には同じコースで10回ぐらい行った気がします。その後、会社の転勤があったこともあり、しばらくやめていましたが、八王子に来てまた始めました。高い山には登らず、低い山ばかりやっています。高所恐怖症のせいもありますが、日帰りしかしないので、高い山には登れないままになっています。今は足も弱くなってきているので、近くのこの山が気に入っています。小仏峠、登り口から登り、戻る時間の半分ぐらいまで経過したら、引き返すようにして、暗くなる前に戻れるようにしています。それでも、一番最後は私か、と思うことも多いかも、です。影信山に着きました。今日はいい天気でしたので、眺めはいいです。今日も少し足を伸ばしてみようとしましたが、無理して暗くなるといけないので、この辺りで引き返すことにしました。左に行けば元の影信山に戻りますが、巻き道を通って帰ることにします。夕日が木々の間から見えて、逆光の光が綺麗でした。今日も一日いろんなことを考えながら歩いていましたが、いつの間にか小仏峠まで戻ってきました。今日もいい山歩きになりました。